しい。おかげで少しは良くなったぞ。よし、やっぱ隕石を壊すのは正しいみたいだな。ちょうどよかった、旅人。私の崇高なる理想があなたを呼んだようね。これから死者に会うから準備なさい。死者？外交のか？まだ知らないんだな。アデリンという女性がお前たちを暁ワイナリーに招待したいみたいだぞ。アデリン、暁ワイナリーのメイド長が？ああ、知り合いなんだな。そのようですね。そういえば公女の話、お前にはわかるか？オイラにはさっぱりだよ。ふーん。そろそろ行きましょうか。アデリン、お菓子を用意してくれてるといいな。ワイナリーへようこそ。メイド長のアデリンです。招待してくれてありがとうな。あなたがアデリン？よろしい。この公女と共にお茶することを許しましょう。アデリン様、我が主断罪の公女フィッシル、それから私をお招きいただき。自己紹介はいいから、お前たちの肩書きは長すぎるんだよ。あら、個性的な冒険者ですね。白き使徒よ。公女の外交を邪魔しないでちょうだい。ハルトマンという従業員が隕石の件に巻き込まれてしまったのですが、皆さんが隕石を壊した後、ハルトマンが目を覚ましたと聞きました。そのお礼に招待いたしました。それから皆さんにお願いしたいことが。オイラたちは冒険者としてするべきことをしたまでだよ。よろしい、喜びなさい。清泉町に私の守護の光が永劫に輝くことになるでしょう。当ててみるから、まだ通訳するなよ。どういたしましてって意味だな。こんな早くお嬢様のお心を理解するとは、さすがパイモン様。暁ワイナリーのビジネスはリーユエでも展開してます。荷物の運搬は数日かかりますが、昨日戻る予定だった二人と今も連絡がつかないのです。巻き込まれたのではないかと心配で。ワイナリーは今人手不足ですので、皆さんに様子を見てきていただきたいのです。なるほどな、人探しは得意だから心配ないぞ。よかった。リーナからだと必ず石門を通りますから、そこを探してみてください。運搬用の馬車は2台、従業員の名前はフリッツとベンです。
してるんだけど、見かけなかったかな？そうね。見てないわね。そっか。ありがとう。キャラバンを見かけなかったか？酒を運んでるんだ。すまない、目が悪いんだ。他の人に聞いてくれ。おう。モンドの馬車、一台ここを通ったような気がするが。本当か？どっちに向かったんだ？確かモンドの方へ向かったと思う。ありがとう、助かったよ。ありがとう。君たちが来なかったら俺は死んでたかもな。お前はベン？それともフリッツか？え？俺はベンだけど、なんで名前を知ってるんだ？アデリン様にご依頼され助けに参りました。戻ってこない俺を心配してくれたんだな。実はフリッツの馬車が隕石に破壊されて、まだ敵火州から石門までの大通りにあるんだ。俺が先に荷物を運んで、その後彼を迎えに行くつもりだったんだけど、まさか魔物に囲まれるとは。結構時間が経ったし、フリッツが心配だ。様子を見に行ってくれないか？敵火州から石門までの大通りだな。任せろ。
界の目がうついてるわ。眠ってるのか？おそらく。いろいろ試したが、眠ったままだ。こいつも隕石に触れたんだな。馬車にあった石のことか？心配ない。術で処分した。ところで、こいつもってことは、他に同じ状況の人がいるのか？この断罪の目は、ムマが魔界の谷から湧き出すのを見たわ。清泉町の民は、今も苦しんでる。ええ。モンドにも深い眠りに落ちて目覚めない方々がいます。この方と同じように。そうか。隕石による影響は結構大きいんだな。この格好、暁ワイナリーの人で間違いなさそうだ。きっと特徴的な服ではないのに、パイモン様は観察力が鋭いのですね。オイラの記憶力はもっといいぞ。でもこの人と比べたら確かに特徴的じゃないもんな。僕？おお、そういう格好は初めて見たな。僕は稲妻から来た不老に、彼を助けようとしたら君たちが現れたんだ。隕石の件の調査をしてるのか？おう、依頼を受けたんだ。我が名は断罪の公女フィッシェル。人々の呼びかけに応じて参上したわ。お嬢様の眷属のカラス、オズです。セピロス騎士団栄誉騎士の大親友のパイモンだ。へえ、では君がセピロス騎士団の栄誉騎士なんだな。公女は出征した。運命を告げる制裁の雷が悪夢の種に粛清をもたらすこと、期待しなさい。なんだい？こういうやつなんだ、気にするな。おや、何かあったのか？戦艦軍だ。ちょうどよかった、ここに寝てる人がいるぞ。戦艦軍が来たなら僕はお役御免だな。君たちに出会えてよかった。用事があるから先に失礼する。健闘を祈るよ、冒険者たち。またな。オイラたちは人探しでここに来たんだけど、人が倒れてて。状況は把握した。この方は戦艦軍が責任を持って臨時収容所に送るよ。臨時収容所？大きなテントでお世話してくれる人がいるようなところか？ああ、ボージュル館に臨時収容所を作って眠りに落ちた患者を受け入れてるんだ。なるほど、それはいいですね。やっぱまだフリッツは心配だな。オイラたちも行ってみようぜ。仕方ない、特別に付き合ってあげるわ。清泉町と大して変わらないな。呪いがここまで蔓延しているとは。天空よ、何に怒っているのか。おい、人の多いところで叫ばないでくれよ。ひとまず周りの人に聞いてみましょうか。待て、
何者だ。冒険者協会の依頼で隕石を調査しに来たんだけど、こいつの様子を見せてもらってもいいか。冒険者だったのか。ああもちろんだ。どんな夢を見てるんだろう。多分あの雪山の夢だよな。フリッツさんはいないようです。他の人に聞いてみましょうか。苦しみのトゲに束縛される魂。かわいい安らぎ。もちろん早く治りますようにという意味です。フリッツは一体どこにいるんだ。またですね。罪の釘によって災いの柱に刺されたもの。実に不幸ね。この者たちを目覚めさせる唯一の方法は制裁の雷よ。お嬢様の言う通り、各地の隕石を壊せば皆さんも目覚めるはずです。おかしいな。フリッツはここに送られてないのか。どこにもいない。